様、こんにちは。本日は盛岡さんさ踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私はミスさんさ踊りの中井かなえと申します。同じく石川ありさと申します。同じく吉田彩乃と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。させていただきました演舞は盛岡さんさ踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められた踊りで、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場の皆様のもとに福が舞い込むようにとの願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきますのは七夕崩しという演目でございます。七夕崩しは天の川を奉り、水に願いが届いて豊作となるようにとの祈りが込められております。七夕崩しに続きまして、栄える夜の踊りと書きます八朝踊りをご覧いただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡さんさ踊りが栄えるようにとの思いを表した踊りになります。そして最後にご覧いただきますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統さんさ踊りの基本踊りの一つ十二拍子でございます。それでは引き続き盛岡さんさ踊りをお楽しみください。